特別賛美歌を本当に感謝したい,と思います Jesus is coming soon というですねその歌をバイオリンで弾いてくださいましたイエス様のサイリンはすぐまもなく来られるということであります私たちはですね本当にこのコロナの時代を迎えて一つ大事なことを忘れてしまう しまいながら生きているその恐れがありますそれは英語でですね、what、何が起こっているのかということは一生懸命考えるんですね、what、今何が起こっているんだろうか、これからどんなことが起こるのかということは考えますけども、who、誰が来るのか、誰が間もなくですね、天から、 おいでになるのかとといいうことは忘れている場合があります、ね、で我々の信仰は w h んか出来事ではなくて「Who 誰」ですね「イエス様」に我々の信仰があるということを、えー、本当に覚えていきたいとそう思います、えー、今日は「苦しみ」「うめき」「望み」という手間を持ってローマ書の8章の18節から 二十節の御言葉をとともに学んでいいいきたいと思います最初聖書朗読がありましたけれども皆様と共にですね少し長いんですけれどもローマ書18ローマ書八章の18から十5節の御言葉をともに読んでみたいと思いますはいどうぞ私は思う今のこの時の苦しみは やがて私たちに表されようとする栄光に比べると、言うに足りない。被造物は実に切なる思いで、神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら、被造物が虚無に服したのは、自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの 縄目から解放されて、神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に、被造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に海の苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も、 心の内でうめきながら、こたる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし、目に見える望みは望みではない。なぜなら現実に秘蔵物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを 続けてていいるることを私たちは知っているそれだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も、心の内でうめきながら、これ、小たる身分をさっき読んだじゃないですか。私たちはこの望みによって救われているのではある。しかし、目に見える望みは望みではない。なぜなぜら現に見てていることをどうして なお望む人があろうかもし私たちが見ないことを望むなら私たちは忍耐してそれを待ち望むのであるかなり長いなと思いましたね <laughs> こんな長いはずではないのにでも神様はですね2回読ませたことによって2倍の恵みを与えてくださいました「苦しみうめき望み」 えー、今日の説教はです、ね、この3つです苦しみが何かうめきが何か我々の抱いている望みが何かということをです、ね、このローマン書の8章の18節から2五節の見言葉を通して共に考えてみたいと思いますまずローマン書8章の18節にパオロは私は思う今のこの時の苦しみは と言っていますパオロが言っている今の時の苦しみは一体どのような苦しみなのでしょうか皆様ご存知でありますようにこのローマ書はパオロがコリントに滞在している時にローマに住んでいるローマの教会に宛てた手紙で AD57 年に書かれたと呼われています。AD57 年,年といえば、ローマの皇帝はネロ皇帝でありました。ネロといえば、どんな人なんですかクリシャンに対して、ものすごい悪い反感を持ってですね、クリチャンを、多くのクリシャンを迫害し、殺した人物であります。 ですからその当時のネロ皇帝に収められているローマでありますからそのローマに住んでいるローマ教会のクリスチャンたちはですね大変な迫害のさなかにあったということがわかりますそのようなことをパウロはですね聞きましたそしてなんとか彼らを励ますためにローマ書を書いて送ったとそう思います では、ローマにいるクリシャンたちは、なぜそのような迫害を受けるようになったんでしょうか。いくつかのことがです、ね、考えられます。一つは、ローマは多神教の国でありました。しかし、クリシャンは一神教であります。一人の神様を拝んでいた,いたわけですね。ローマから見たら、これは非常に都合のよくない。 ことこでありましたそしてクリスチャンが行っている生産式に対する誤解がありましたクリスチャンはですねキリストの血と肉を象徴するぶどう汁とパンを食べる儀式を行っていましたしかしローマ人から見たらですねキリストの血と肉を食べるということなんとこれは野蛮,野野蛮人な、ね、そのような人食いの おことを恐ろしいことをやってるんだろうということがかなり誤解されていたようでありますそしてローマ帝国によって処刑されたキリストを信じる人たちでありますのでこれに対するかなりですね不満がありましたそして新しい宗教でありますキリスト教は新しい宗教に対する敬意改心が あたと思われます最後にですね、クリシャンは男女区別なく、奴隷までも、えー、自分の兄弟として受け入れる、その宗教でありますので、ローマでは貴族層がありますよね、それ奴隷制度がありますので、奴隷を兄弟、呼ばわりしているこの群れ、クリシャンの群れをですね、あんまりいいようには思ってなかったようであります。 まあこのような、まあ、これ以外,も以外もいろんな理由があったと思いますけども、このような理由でローマ人は、ローマはクリシャンに対する迫害を行ったと呼ばれています。パオロは、ローマ教会が迫害の中にいることをして、先ほども申し上げましたけども、彼らをですね、なんとかいう言葉を持って力づけようと、献気づけようと。 手紙を書き送りましたパオロ自身、彼もですねクリャンの、クリシャンの迫害者から、今、イエス様を信じて、伝道者へと変わっているものでありまして、パオロ自身、イエス様を信じてからの方がですね、もっと苦しみを受けている、苦難を受けているあの人でありましたので、信仰を持っている人が受ける苦難について、パオロはよく 理解があったと言われていますコリント第一の手紙の4章、9節から13節の御言葉を見ますと、パオロはですね、クリスチャンは何者なのかということについて書かれています。私たちはこう考える、神は私たち人を死刑囚のように最後に出馬するものとして引き出し、こうして私たちは 全世界に天使にも人々にも見せ物にされたのだ。クリシャンはまるで見せ物であるかのような扱いを受けていました。今は私はクリシャンですよと言ったらですね、あこれは誇り高いものであるかもしれません。まあ日本ではちょっと若干違いますけども、アメリカでですね、私はペストだ、私は牧師だと言えばですね、まあ、なんと、 よく尊敬してくださいまして、リンゴを買うのにもですね、いや、あなた、僕だから15%ディスカウントしてあげますということでですね、私たち大変あの恵まれたんですよね。でも、ローマの時代、あの AD57 年、特にローマにいる教会のクリスチャンたちはですね、もうクリスチャンであることさえも、自分がクリスチャンだ クリサンであることを告白するだけでもですね、自分の命がいつ失われるか、迫害を受けて殺されるかわからない状況であります。4章11節読んでみたいと思います。今の今まで私たちは飢え、乾き、裸にされ、打たれ、宿なしであり、苦労して自分の手で働いている。恥ずかしめられては祝福し、迫害されては耐え忍び。 ののしられては、優しい言葉をかけている。私たちは今に至るまで、この世の塵のように、人間のクズのようにされている。パオロ自身、信仰を持てるゆえに、このようなひどい扱いを受けたのであります。皆様はいかがでしょうか私はクリスチャンです。私はイエスキル信じてますということで、 皆様、村人から、町の人々から、今、迫害されていますか部中垂れていますか罵られているでしょうかコリント第二の手紙の11章23節から28節ではです、ね、パウロはもっと具体的に、信仰を持てるものとして生きる者が、どのような苦しみを受けていたのかということをです、ね、詳しく書いています。 まあ全部は読めませんけれども、えー、1一章、コリント第2の手紙の11章、えー、25節から読んでみたいと思います。ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして、一中や海の上を漂ったこともある、行く旅も旅をし、川の難、同族の難、 牢国民の難、医療人の難、都会の難、荒野の難、介助の難、偽兄弟の難に遭い、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、上乾き、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった、なお、いろいろなことがあったほかに、日々私に宿っている、すみません、私に迫ってくる小教会の心配事がある。 ここでパオロはいろんな自分が受けた苦難について羅列しました。しかし、ここで本当パパ、パオロがですね、強調したかったのは、自分が受けたこのような苦難では、肉体的な苦難ではなかったんです。パオロは、11章28節に、日々私に迫ってくる諸教会の心配ことがある。これを強調したかったんですよ。 イエス様は信じていることだけで、苦難に遭い、苦しめられる、いろんな難に遭う、何度も何度もですね、パオロは殺される、そのような危機,を危機に直面しました。それらはさておいて、さらに自分の心を苦しめているものは何かというと、 私に迫ってくる諸教会の心配事があるローマ書中章1節でパオロはですねそれがどのような苦しみなのかどのような心配なのかということを触れていますパオロはユダヤ人でありますよねユダヤ人でありますからユダヤ人が救われることを彼は 待っていました願ってていいままししたた願自分の同族が救われるならば自分はキリストから切り離されてもいいと彼は本気で思ったくらいなんです自分の救いではなくて自分の同僚の自分の同族の救いのことを求めていましたそのようなパウロを見たらですね本当に彼のその救いの姿勢に私は心を打たれます 時に恥ずかしくなるんです私はまあここに住んでおりますので大阪センタービルに住んでおりますので本当に出国されてるんですよね何が一番出国されているかというと、まあ、毎日教育の恋愛があるんですよ8時半から9時までの私と えー、名前言っていいですか坪内さんと <laughs> あの稲田局長3人でですね毎日あの3人で礼拝を行っているわけですけどもその時間が私には非常に恵まれる時間でありますそれが終わった後ですね、えー、本当に稲田先生と話をするいろんなことについて話をする時間がですね自分では本当に楽しいんですよね特に、えー、西日本教育内の 教会のことを話をするときがたまにあります。大阪センター教会はかなり恵まれている教会だと思います。まあ先週 DVD 礼拝の説教を皆さん行なったと思いますけれども、これは一年一回あるかないかのことでありますけれども、他の集会場や他の教会聖書研究会はですね、もう毎週のように DVD 礼拝を行っています。 そして今、二十数名、三十名満たない、二十名満たない、そのところでですね、毎週アンリーンに守っている教会が多くあります。そしてこれから5年、10年先は、もしくはその教会がもうなくなるかもしれないという、今、危機的な状況の中にいるんですよね。そのようなことを稲田先生と話しながらですね、先生、どうすれば。 今、その沈んでいる、その下がっている、成長していない教会をですね、リバイバルさせることができるんでしょうかって、たまにそのような話をですね、私は稲田先生と話をする時があります。それこそ、小教会に対する心配ですね。パオロはいつもそのような心配をしていた。 日々私に迫ってくる諸教会の心配事があると、パオロはですね、言いました。これは決してパオロだけの経験ではないと思います。パオロだけがイエス様によって救われたんでしょうか私も皆様もイエス様によって救われたに違いないんです。ですから、パオロの心配は私たちの心配にならないといけないんです。 パオロが受けたあの苦しみは私たちの同じ苦しみにならないといけないんです。ローマ書八章の中発に、中に書かれている今の時の苦しみ。これはクリスチャンしか経験できない苦しみです。私がここで言うクリスチャンというものは本物のクリスチャンです。偽物のクリスチャンではありません。 まあこういう話をしましたら、先生、言葉に気をつけなさいという言われるかもしれませんけども、いや、クリスチャンも偽物のクリスチャンがいて、本物のクリスチャンがいるんでしょうか今は分かりませんけども、これからそれが分かるようになります。イエス様を信じている信仰のゆえに、その理由だけで、私たちは迫害に遭い、苦しめられる、その時が、 来るんだと聖書は予言していますねヨハネヨロクイ章15章20節イエス様はどのような言葉を語ったんでしょうか私があなた方にしもべはその主人に勝るものではないといったことを覚えていなさいもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害するであろうまたもし彼らが私の言葉を守っていたならあなた方の言葉をも守るであろう とイエスもおっしゃいました。私たちは間違いなくイエス・キリストのしもべです。しもべはその主人であるイエス・キリストに勝るものではないと、そのことを私たちは覚えないといけないんです。イエス様はどのような道をたどって行かれたんでしょうか。イエス様が行かれたあの道は、とろろサの道、悲しみの道、 苦しみの道でありました。あの十字架の道でありました。最後は、最後は自分の、自分自身の体をですね、十字架に貼り付けて殺されたんです。その十字架の尊い、人生があたこそ、私には生きる規模がある、復活の規模が与えられているのではないでしょうか。 ヨアネの十四章三十節で、イエス様もおっしゃいました。私はもはやあなた方に多くを語る前、この世の君が来るからである。ただ彼は私に対して何の力もない、とおっしゃいました。つまりイエスキリストは十字架で勝利なさったんです。イエス様がサタンに対して勝利なさった方法は自己犠牲でありました。 神様の愛を示すことによって、サタンに打ち勝ったんです。イエス様が勝利なさったように、私たちも、イエス様の主べである私たちも、イエス様を信じている私たちも、同じく、勝利ができる、勝利するということが約束されています。ヨアネの16章33節これらのことをあなた方に話したのは、 私に会って平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。アーメンですよね。イエス様が世に打ち勝っていたように、私たちもこの世に打ち勝つんだ、勝てるという約束がされているわけではないでしょうか。 この世で、まだ、サタンによって支配されている、この世で生きるということは、クリスチャンとしては大変なことであります。フィリピンの三章二十節に、我々の市民が天にあるんです。ヘブライ書十一章に書いてありますように、我々は外国人であるんですよ。この世では外国人。この世では気流者、旅人として我々生きているんです。 我々の永遠の住まいは天にあるんですよ。ですから、サタンから憎まれているんです、私たちは。使徒行伝、交渉の最後の説を読みますと、人たちはですね、自分たちがイエス様を信じている信仰のゆえに、恥ずかしめられていることを、彼らは誇りに思ったと書いてあるんです。 我々の目標は、この世で平安で平安に生きることではないんです。それ、聖書、毒を探しても苦難から逃げなさいとか苦難から避けなさいとかいう言葉は一つもありません。苦難に耐えなさいとか。死にあった時にた それに耐えられるような力を求めなさいとか、そのような成功がいっぱいあったとしても、苦難から逃げなさい、試練が来ないように祈りなさいとか、あんまり書かれてないんですよ。なぜかというと、クリスチャンとして生きる私たちにとって、この世はまさに苦難の場所であります。 神様は必ず私たちに、試練や苦しみから耐えられるような力を与えてくださいます。コロナパンダミック、これがある意味、古いだと思いません。我々の信仰、揺さぶる、振るわれている、この時を我々は生きているんです。 私は皆様の信仰が御言葉にしっかりと立っていることを願います。自分自身が不安になってしまえば、自分の周りの人々を不安にさせます。しかし自分が信仰を持ってしっかりと御言葉に立っていくのであれば、自分の周りの人々もですね、その人の影響を受けて、神様御言葉を信じて平安に、 生きることができるのではないでしょうか次は秘蔵物の埋めきでありますパウロはローマ書シ8章19節から22節まで秘蔵物の埋めきと秘蔵物が何を願っているかについて語っていましたローマ書シ8章19節から22節まあ時間の関係上読めませんけれども秘蔵物は 実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。秘蔵物は共務に服したのは自分の意思によるものではない、服従させた方によるものであるとか書いてあるわけですよ。ここで言われている秘蔵物は誰のことなんでしょうか神の子たちの出現を待ち望んでいる。神の子たちって誰のことなんでしょうか ローマ書8章14節に書かれていますよね。見たまに導かれているものは神の子である。皆様をこの世に、この世にですね、安息日を覚えて、この教会に来られたのも、精霊の導きに導かれてきているわけであります。そうするならば、皆様は神の子供なんです。我々を、 我々の出現を待っている秘蔵物がいるんだとパロは言っているんですよ。ですから少なくとも秘蔵物は私たちのことではないんです。秘蔵物が胸無に服したと書いてありますから罪を犯していない天使のことでもないんです。そして悪天使やサタンが神様の子供たちの出現を待ち望んでいるはずがないわけですから。 天使の存在ではない一体、パールが言っているこの筆物は誰のことなんでしょうか。これは、漱石一生に作られた人間以外のものを表します。自然界や自然界に住んでいる生き物のことを言っているわけであります。人間のように苦しくても、 苦しんだというものを言えないものであります。もっと具体的に言いますと、生き物ですね、動物たち、空の鳥、海の魚、全くものの言えない木や草、花、あるいは川や海や、もっと言うならば、太陽や月など、この非造物たちが、 のの子らの出現を待ち望んでいる。なぜ待っているんでしょうか彼らはなぜ彼らは神の子たちの出現を待っているんでしょうかローマ史8章21節にかつ被造物自身にも滅びの縄,縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである 解放を待っている。霊族からの解放を待っているんですよ。漱石一章二十八節読んでみますと、神様は、六日間にわたって天地万物を作られました。一番最後に人間を作ったんですよ。産めよ、増えよ、地に道よ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。 神様は人間に与えた祝福の命令でした。運めよ、増えよ、地に道よ。地を従わせよ。また、海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物と納め、納めよ。つまり神様はすべての生き物を、被生物を人間の手に渡したんです。アダムは愛を持って、それをよく管理し、 よくケアをして、よくですね、養ってあげる、その責任がありました。しかし残念ながら、アダムが罪を犯したことによってどうなりましたアダムが罪を犯したことによって、アダムだけが、人間だけが、罪の刑罰である死を受け,受けたのではありません。人間だけが、 罪の苦しみを受けたのではないんです。アダムに与えられた、アダムに預けられた、被造物全体がですね、アダムと同じような、人間と同じような苦しみを味わうようになったんです。皆さん、家でペットとしてワンちゃンを飼っている方いらっしゃいます猫を飼っておられる方いらっしゃいますか 犬の寿命は何歳まで生きられますか ?17、八8年猫はどれぐらいでしょうか飼ったばかりの犬を飼った時はですね、かわいいです。尻尾を振ってくれます。あざします。癒しですよね。しかし17年、犬が年取っていきますとどうなります今度は人間が、この犬の世話をしないといけないんですよね。 おむつを変えなきゃいけない。時には視力を失うんです。認知にもなるわけですよ。時には癌にもなるわけです。それを見たら人間悲しくなりますよね。また死ぬんです。罪を犯したのは人間なのに、なぜ罪を犯していない動物が、生き物が死んでいくんだろうかって。 被造物と人間の運命はつながっているわけですよ神様は被造物のあの運命を人間に預けました人間が堕落して罪の刑罰として死ぬようになった時同じく罪を犯していない動物たちも被造物たちも死ぬようになったんです 人間が救われてこの体が変えられていく朽ちる体が朽ちない体へ変えられる時,も時に非造物の運命もですね人間と同じように冷蔵庫から通されていくわけですローマ書8章二十節なぜなら非造物が 復に復したのは自分の意思によるのではなく、よるのではなく、服従させた方、つまり神様の意図でありました。神様の意思によって、被造物は罪を犯してないのに、人間が罪を犯したことによって、同じ苦しみを味わうようになったんです。伝道の書、一章八節に読んでみますと、 何もかも物を言い語り尽くすことができず古語訳では全てのことは人を生み疲れさせる人はこれを言い尽くすことができない英語では All things are wearisome つまり全てのものは疲れ果てていると書いてあるね私は毎日走っていると話をしましたねでこのような石器を作るときにですねもう少し非動物のことや えーまあ、木とか花とかについてちょっと考えるようになりまして私たちはこの,この大阪に住むのはちょっと疲れたなと思ったらですね引っ越しができますよね国内は疲れた海外で海外へ住もうと言ったらいくらでも海外まで行って環境を変えることができるわけですよしかし木はどうなんでしょうか植えられたら 一生涯、その同じ場所で、彼らはそこに居続けないといけないんです。風が来ても、雨が降っても、雪が降っても、同じ場所で、そのことをですね、ソロモンは観察したと思いますよね。それで、すべてのことは、生み疲れている。被造物の疲れ、そして、埋めいている。 海気のその声を皆さんは聞こえてますか今地球温暖化って大変です。地球はですね、もう今燃えてるんですよ。6月20日のニュースでありますけども、シベリアといえば一番寒いところじゃないですか。ベルオヤンスクという街がありますけども、ここはですね、 寒い時はもう氷点下60度まで下がる街で,であるんですよ。シベリア。でも6月20日ですね、今月ですよ、先週、なんと38度を記録しました。シベリアが38度ですよ。今まで一番暑かった夏よりも18度も温度が上がっている。 そしたら氷が溶けてしまうんでしょうね。地球温暖化によって、これはですね、まあ、動物だけではありません。北極熊が絶滅するかもしれない。そしたら人間も危ないんです。ブラジルのアマゾン川の密林が今、伐採されている。 発採する理由が何か、最大の理由が何か分かりますそこにですね、牛を飼うための牧地を作るためなんです。なぜあれほどの,、ね、あのそう木を切ってですよ、伐採して牛を飼おうとするんでしょうか。なぜ食べ人間が食べ,る食べる肉が足りないからですよ。早く育てて、早く殺して。 食べさせようと思ってですねブラジルの,あの大統領がそれを承認しているんですよ。アマゾンといえば、人間の体から見たらですね、肺に当たりますよ。その木を伐採するということはどうなるんですか息が苦しくなるという証拠です。そして、この地球の気温が上がるということです。 一本の木を切ることによって、一つの、ね、生物が絶滅するということが言われています。まあ、これを話をしたら、きりがありませんね、もう12時になってしまいました。一番大切なことを、3番目ですけどね、私たちの望み、望みが何か、これはですね、我々、エイカーを表します、エイカー。 我々は義人、そして聖火、栄火という言葉をしてますよね。義人、きっと認められるって。もうあなたは罪人ではないんだって。イエス様の知性によってあなたは救われた、清められた、義人です。神の子供として我々は生きているんです。聖火。神様の子供として、子供としてのふさわしい生き方をしましょう。これが聖火じゃないでしょうか。 今まさに私たちは聖果の中に、家庭に入っているものであります。しかし、これだけで終わらないんですよ。さらに、我々は望みがあります。それは栄華です。栄華。栄華は何ですか朽ちるべき体が、朽ちない体へと変えられるものです。それはいつ実現されるでしょうか イエス様の再臨ですよ。私たちは永遠にこの罪の多い、事件の多い、事故の多いこの世で生きるために今いるのではないんです。私たちは希望があるんですよ。それは主の再臨であります。主の再臨の前には、 様々なことが起こるに決まっているんです。イエス様も海の苦しみの始まりだとおっしゃいました。あるものはそれを見て、気絶する人もいるだろうとおっしゃいました。このパンダミック、コロナパンデミックは、ただ始まったばかりであります。これから、これ以上の数倍、数十倍のすごいものがですね、やってくるかもしれない。 この時こそ私たちは自分の信仰を鍛えなきゃいけないんですよ。この時こそ私たちはイエス様に頼ることを練習しなければいけないんです。信仰を持って生きることが何かを私たちは今考えなきゃいけないんです。コリント第二の手紙の講師を一節見ますと、パオロは 私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えていることを私たちは知っている、そして天から賜るその住処を上に着ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえているパオロは。この 私たちの住んでいる地女の膜や、この体、肉体、この肉体から離れてですね、決して霊魂不滅というのではありません。自分が死ぬときに、私たちはこの地女の住みかから、この地女の膜屋から、放されて、この膜屋が壊れることは、自分が死ぬことですよね。 自分が死んだら私たちはすぐ、イエス様の再臨を迎えるわけです。誰よりもパオロは、イエス様の再臨を待ち望んでいました。私たちもですね、パオロと同じような希望、望みを持っているのではないでしょうか。この世で永遠に生きようとしているのではありません。 間近になりりままししたたので終わいいと思います最後にローマ書8章24節25節をお読みしたいと思います私たちが抱いている望みは目に見えるものではありませんが必ず実現されるものです神を愛する者だけが忍耐をもって希望を抱きキリストを迎えることができると 私たちはですね、ローマ書8章24から25節をどうして知ることができます。すみません。えもう一回ですね、24、25節読んでみたいと思います。はい、どうぞ。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし、目に見える望みは望みではない。なぜなら、現に見ていることをどうして名を望む人があろうか。もし私たちが見ないことを望むなら、 私たちは忍耐してそれを待ち望むのである生徒の特徴これは忍耐ですその忍耐というものはキリストの愛に基づいているんですキリストも愛してないのにただ忍耐して我慢することはこれは聖なる忍耐では言えませんパオロはローマ章8章32節から神の愛について触れています一体誰が 一体何が私たちをキリストの愛から切り離すことができようかとパロは訴えています。皆様の信仰がますます,です、ね、強くなり、このようなパンダミックの時代にあって、なおです、ね、強く、また御言葉に立ってです、ね、皆様が、えー 歩まれるようにと祈っていきたいと思います。